2019明治安田生命 J2 リーグ第34節アルビレックス新潟対水戸ホーリーホックの試合をお伝えします。新潟のホーム電化ビッグスワンスタジアムです。今日の新潟市中央区は厚めの雲に覆われています。気温は25度、湿度 46% というコンディションです。では予想フォーメーション、まずはホームの新潟です。ディフェンダー4人、ミッドフィルダー5人、フォワード1人、並びは 4-2-3-1 という布陣です。では水戸の予想フォーメーションです。前節と変わらず 4-4-2 です。自ら突破、サイドバックの堀米、シルビーニを上げてきて直接、なんとなんと前半の4分、シルビーニの先制ゴール。これがこの試合のファーストシュート。シルビーニの今シーズン2点目。スローインからですけどね、まず堀米選手が積極的に仕掛けましたからね、まあ、このヒールパスからシルビーニ選手、もう狙い通りですよね。ゴールキーパーにもよく見えてたと思いますし、頭のシーン狙って、まあ、正確なキック、まあ、技術の高さが出たゴールですね。いや、サイドヘディングは19番の小川、最後はやはりこの人でした。水戸の時間帯、サイドバックの13番岸田、福光と黒川のコンビ。福光が前に受けた、中には小川幸喜が待っていますが、自ら行って左足の黒川、小川幸喜後ろの白井のシュート、惜しかったですね。ボール奪われました。そしてカウンターになる。カウンターも一つ武器になります。数的にはどうする。小川は左足こぼれて、もう一度小川のシュート、ゴールキーパーの大谷、左手一本、小川の決定的なシーンでした。ここね、右サイド空いてたんですけどね。白井サイドバックの七、木村が受けます。ワンタッチ抜けて白井、木村もいる。その木村上げてきて切り返した、後ろからシュートの名、32番の黒川のシュート。追い越して17番の福光、近くで黒川が受けます。黒川ファーサイドに小川、前は左足で巻いてきて速いボール、小川後ろからシュート。前の今クロスだったか、あるいは今そのまま入ってもいいというようなボールになりましたか、まあ、人もねたくさんいましたからね、11番の渡辺新太、追い越してサイドバック31番の堀米、そこは扱わずボランチの高木のシュート。積極果敢なシュートは高木でした。ここも奪う6番の豊島、サイドを変えてドリブル得意な20番の本間紫音、堀米の上がりを待つ、再び本間紫音です。中には田中達也とレオナルド、狭い局面を自ら突破した、倒れた PK です。本間紫音のこれぞ本間紫音というプレー、素晴らしいプレーでしたね。9番のレオナルド、今シーズン19点目。レオナルドです。そして20番の本間紫音。
前を向いたレオナルド、豊島この位置、大きなスペースは32番の新井、上げてきてレオナルド追加点、3点目のゴール、レオナルド、これでリーグ20ゴール目、1位の長崎小屋と並びました。そしてこのゴールを持って試合終了のホイッスルが鳴らされています。新潟3試合ぶりの勝利、勝ち点を46に伸ばしました。